最高、もう最高の散歩日和、もう気持ちいい。ああ、今すぐ走り出したい。こんなに綺麗なんだもんだってすごいよ。こういう晴れてる日は何でも歩いて行動したくなっちゃうんですよ。歩くことって自分のペースじゃないですか。なんかその時間に追われてない感じとかがすごい好きですね。ダンスパフォーマンスグループe-girls のパフォーマーで、ファッション雑誌キャンキャンの専属モデルも務める楓。今回はそんな彼女の休日の素顔に迫ります。めっちゃ最高ですよ。どうするんですか。これはもう今はちょっとハワイに来た気分ですね。もうちょっとお仕事が忙しかったりとかすると、こう自然に触れたいなってすごい思います。そう、自然に触れてる時ってこうゆったりした時間が多いから、ムーじゃないけど、なんか音楽その自然の中で聴いてたらもうそのことしか考えてないとか、余計なことを考えなくていい、自分の中の邪念みたいなのがなくなる気がするんですよね。男の子のように外で遊ぶことが大好きだった幼少時代。今も森や公園は彼女の心を癒してくれます。小さい頃の夢は、夢ってなかったかもしれないです。なんか私、七夕の短冊に大根になりたいとか書いてたみたいで、なんか好きなものに多分なりたかったんだと思う。だからコンビニのレジ打ちとかにすごい憧れてて、小学生の低学年の時は将来絶対コンビニのレジ打ちやるみたいな。でもダンスを4年生で始めて、すごくなんかダンスに夢中になって、ダンスが大好きになったので、すごいなんかそのダンス始めてからはなんかダンサーになりたいなっていうか、もうそれしか頭になかったですね。もう絶対ダンサーみたいな。はい。夢への階段を一歩ずつ登っている彼女。しかしまだ発展途上の19歳。女性らしいジャズとか、なんかフラワーが踊ってるようなダンスはどちらかというと苦手ですね。踊りたい、そっちの踊りもなんか踊れたら楓はすごい、なんか見た目的にもそれが合うし、かっこいいっていうのをすごいずっといろんな方から言っていただいてるので、なんか動画見て研究したりとか、なるべくそういうあのなんだろう動きとかできるように練習してるんですけど、難しいですよね。やっぱり元々がヒップホップから入ってるので、なんかそっちの方向が抜けないしって感じで、練習もう勉強するしかないですね。練習と楓の休日に幼い頃からの大好物アイスは欠かせない。でこの間北海道にお仕事で行った時に空港にあったんですよ。で食べようかなって思って近づいたんですけど、その時ちょうどちょっとお金があんまりなくて節約してたから我慢してたんです。だからこれが初ですね。なんか気づいたらアイスなんかすごい好きで、
なんだろう、あ、ちっちゃい頃とかにおばあちゃん家に必ずアイスがあったんですよ。絶対に冷凍庫開けると、もうすぐ学校から帰ってきたらまず冷凍庫開けてアイスチェックみたいなのとか、ちょっとそういう駄菓子屋さんで売ってるのってちょっと他のアイスより高いんですよ。200円とかして、なんかまたそれがちょっと特別感あって、でたまにちょっと周りにパリパリのチョコついたやつとか、そういうのとかもすごい好きでした。もう中学校2年生ぐらいの頃に初めて一人映画をしに行ったんですけど、それからずっと映画館で映画を見るっていうのが好きですね。最近すごいいろんな人とかにおすすめしてるのは、あと1センチの恋っていうイギリス映画で、映画めっちゃ綺麗で、なんかすごい風景も綺麗だし、出てる女優さんリリー・コリンズちゃんがめっちゃ可愛いんですよ。で元からすごい好きで、表情でめちゃめちゃその役者さんの気持ちがめっちゃ伝わってくるんですよ。同年代の女の子は絶対好きだと思いますね。食べたいから食べる、見たいから見る、その行動力が彼女の持ち味。うーマジか、わーで上野にある国立科学博物館。ここには世界で最も保存状態が良いトリケラトプスの化石や大型哺乳類などの剥製が数多く展示されている。休みの日にどうしても行きたかった博物館。なんかこうやってちょっと大人になってから来るのは初めてなんですけど、すごい期待期待だと思って、これ展示されてるのすごい好きで、博物館とか小学生の頃から好きだったんですよ。なんか歴史展示室みたいなことがあっても、なんかいる。幼い頃から好奇心旺盛、一度ハマったらとことん突き進む性格。こうやってキー持って隣にいそうじゃないですか。ステゴサウルス知ってる？体の割に顔ちっちゃくないですか？トリケラトプス、もうこれ食われますね、ここ完全に。あ、ティラノ、恐竜といえばティラノサウルスみたいなところがあるじゃないですか。私多分2つに分けて食べられますね。多分丸飲みは無理だから、上半身は痛いんだろうな。妄想癖全てお見通し、親友もみじさん。私の地元のもう大親友、もう超信頼してる大親友が今から来ます。出ないなんてことは。楓が唯一自分の全てをさらけ出せる相手。待ちくたびれちゃう。あ、来た。楓が予想した通りの格好してきたね。どんな格好で来ると思いますかね。デニムにシャツにニット、もう完全にこれ私の大親友。大の親友工藤もみじさん。出会いは中学の時、今ではほぼ毎日連絡を取り合う中。今日も話の続きは近くのカフェで。どんな存在って言われたらやっぱり、まあ、親友、うん、友達っていうのはもちろんだし、うん、でしかもその親友もいつも親しいっていう、うん、漢字とかを使うんじゃなくて、心って私言ってますか。あ、そうだね、親友って言ってますけど、もう多分それ以上なんですよね。楓のことで知らないことはないんですよ。何でも言っちゃう。でももみじにしかむしろ言えない。めっちゃ頼りな。何でも話せる心の友。それは本当に困る。妄想癖妄想するの大好き。例えばこういう、じゃあ川沿いとか見てもこういうことしたいみたいなのが膨らんでくるんですよ。今でも最近妄想 したいというか、キュンキュンするのはハピネスの Be Mine っていう曲。歌詞めっちゃキュンキュンするなみたいな。この間歩きながらさ、二人でさ、そう、楓がいいんだよって、まだそう出てなかったんで、いいんだよって楓が口ずさみながらアカペラで、でここの歌詞がいいよねって言って、ね、ハピネスの新曲、ホリデーのカップリング曲 Be Mine。
これでもカップルでしょ。この中ね、あれが一番、もうここだけはもうおすすめっていうか、何一番でしょ、うん、無理、一番決めらんない、いっぱいあるもん。でも最初の出だしから好きだよ。さっき別れたばっかなのにもう会いたくて、もう I missing you、 同じ気持ちでいるよね tonight、 この一節はすごいやばい。だってさっきまで一緒にいたんだよこうやって、うん、でもうじゃバイバイってして、だけどあもう会いたいなって思って、もうその気持ちが膨らんでいくわけでしょ、うん、でこれ同じ気持ちでいるよねって、それなんかもう聞いちゃう感じがやばい。あとあそこも好き、あの日の偶然ミラクル、きっと分かってた、 Can be the one、 この出会いは運命、あんつら妄想大好き、そこから生まれる豊かな想像力が新たな楓を作り上げる。彼女にとって e-girls とは、私にとって e-girls は夢を叶えてくれる場所、うん、なんか e-girls だから、じゃあハピネスとか個人のその個々のグループの夢も今こう叶い始めて、個人的にモデルとかお芝居っていうものの夢も叶っているので、なんかすごいみんなの夢が詰まってて、それが本当にリアルに叶えられる場所だなっていうふうに思います。